ウイッカで宗教的シンボルとして用いられることが多い。ペンタグラムウイッカは、ネオペーガニズムの一派であり、欧州古代の多神教的信仰、特に女神崇拝を復活させたとする新宗教である。ネオペーガニズムの一種である、魔女術の中でも多数派を占めるとされ、少人数で集団儀式を行うことを特徴とする。主に英語圏で見られるが、日本にも存在する。ウイッカを、 信仰実践する人を、ウィッカンという。ウィッカという言葉はもともと、ジェラルド・ガードナーの創始した現代、ウィッチクラフト運動において、1960年頃から、魔女の宗教の故障として使われるようになったもので、厳密にはガードナー派、ウィッチクラフトとアレクサンダー派ウィッカを指していた。採観察による、ウィッチクラフトの調査を行った人類学者、 スーザン・グリーン・ウッドは、ウィッカをウィッチクラフトの特定の流派というよりも現代、ウィッチクラフトの別称として用いている。日本では、魔女の宗教としてのウィッチクラフトとウィッカの別称として、魔女衆という言葉も使われている。ウィッカは、ジェラルド・ガードナーが1954年に発表した、ウィッチクラフト・トゥデイから広まった。その書物の中でガードナーは、 自分がイニシエーションを受けたウィッチクラフトは欧州のキリスト教以前の多神教が現代に生き延びたものだと主張したのである。同書中でガードナーは古英語、ウィッカに似た綴りのウィッカという言葉を用いた。ただしガードナーはこれを自分のウィッチクラフト伝統の信奉者を表す男性名詞として使ったのであり、魔女の宗教のことはウィッチクラフトと呼んでいた。 宗教の故障としてのウィッカは1960年頃より使われるようになったものであり、本来は現在ではガードナー派ウィッカと呼ばれているガードナーの系列のウィッチクラフトおよびこれとよく似た流派であるアレクサンダー派のウィッチクラフトを指す言葉であった。以降、魔女の宗教としてのウィッチクラフトは様々な形で発展し、 派生的な様々な流派をも含めた包括的な故障として、ウィッカという言葉が一般化したが、直接ガードナーの系譜を引くイッチクラフト流派のみを、ウィッカと呼ぶ向きもある。伝統的なウィッカでは参入のためにイニシエーションが必要だが、ソロのウィッカンとしての立場を主張し、既存のウィッカンからのイニシエーションを必要としないとする立場のものも増えている。それらの信仰、 ウィッカと伝統的なウィッカは形は似ているが精神的な部分や思想の理解に違いが出ることが多い。ウィッカの歴史に関しては論議がやかましい。ガードナーの主張ではウィッカは欧州戦士時代の多神教の生き残りである。ガードナーはドロシークラッターバックという老婦人の導きで魔女の宗教に参入した。一部の人々は ウィッカワガードナーが再構築した宗教だと考えている。現代のウィッチクラフト復興運動の先駆けとなったのは、戦士時代から続く魔女宗教が存在していたと唱えた、英国のエジプト学者、マーガレット・マリーの学説と、米国のフォークロア研究家、チャールズ・ゴットフリー・リーランドのアラディア、あるいは魔女の福音である。ガードナーは、 その独自のウィッチクラフトの構築に際して、マーガレット・マリーの著作から多大な影響を受けた。また、それと同時にガードナーは魔術実践に関心を持ち、フリーメイソンリーやバラ十字系の団体に関係していた人物でもあり、そのウィッチクラフト体系には高等魔術に由来する要素の多いことが指摘されている。ガードナーは1939年にニューフォレストにある、 クラッターバック運営の過分でイニシエーションを受け、英国で1951年に廃止された魔女禁止令が解けるまでの数年をそこで過ごしたと主張している。教えが消えてしまうのを恐れて、ウィッチクラフトトゥデイに着手した。ついで、ザ・ミーニング・オブ・ウィッチクラフトを表し、これらの書物がウィッカの表向きな知識を広めるきっかけとなった。ウィッカの儀式のスタイルが、 ビクトリア朝後期のオカルティズムを受け継ぐことには疑いがない。しかし、その精神的、宗教的な内容は、イニシエの多神教の信仰を受け継ぐものである。当時の多神教に対する理解に基づき、それを復興しようとした点に、古代の多神教との歴史的つながりがある。ガードナーの時代には、原始的な母系信仰は、学者の間でも、 アマチュアの間でもよく知られていた。それは、結局のところヨハンニア・コップ・バハ・オーフェンの研究に、由来するものであった。アカデミックな研究はそれ以降も続いた。例えば、心理学者、カール・グスタフ・ユング、考古学者、マリア・ギンブタスである。さらに後には、神話学者、ジョーゼフ・キャンベル、アシュリー・モンタギューラが古代欧州における、母性についてのギンブタスの説を支持するようになった。 考古学的な記録を、母権制的に解釈することとそれに対する批判は、学術的な議題であり続けている。2003年母研性研究世界学会に見られるように、この領域での研究は継続しているが、批判的な立場にある人々は、母権性社会が存在したことは一度もなく、ただマーガレット・マリーラが発明したものに過ぎないという。 イギリスのビクトリア朝とエドワード朝の文学においては偉大なる母なる神という発想は一般的であった。幽閣神、ことニパン、またはファウノスに関係した神々は母なる神ほどには一般的でなかったが、それでもなお重要であった。母なる神と幽閣神という二つの考えは当時、アカデミックな文献でも一般の印刷物でも広く受け入れられていた。 ガードナーはこれらのコンセプトを用いて、ウイッカの基盤となる競技を形成し、発展させたのであると考えることもできるが、ガードナーの弟子であったバリアンテや多くのガードナー派魔女たちは、ガードナー派の実践の中には既存の出版物などには見られない独自の要素が含まれていると主張する。つまりガードナーは少なくとも、部分的には、クラッターバックから何かの伝統を受け継いだと考える。 どちらにせよ、ルーツを完全に解き明かすのは難しい。そしてルーツに関係なく、ウィッカは、多くの人々にアピールし続けている。ウィッカの母、ドリーンバリアンテが所有していた遊郭紙と、地母神の祭壇子英語、ウィッカは、魔術師の意味であった。現代英語、ウィッチはこの言葉を引いている。また、小英語、ウィッグには、曲がる、ウィット、賢さという意味がある。 ウィッチクラフトは宗教としてのものもあれば宗教と関係のない単なる魔術的な技術の意味で使われることもある。前者の場合はウィッカと同類であるが後者の場合ウィッカとは多少異なる。前者は宗教、後者は宗教と関係のない呪術的技術の意味である。事実、宗教に関係なく実践できる。ウィッカは 魔女技術という意味でのウィッチクラフトを含む宗教である。同様にウィッカはペーガニズムの一形態であり、多くのウィッカンは自分はペーガンであると考えているが、ペーガニズムはウィッカやウィッチクラフトと無関係な諸伝統も含むものである。ウィッカンは女神を主神として崇拝する。また、ほとんどの場合、女神の子供であり、配偶者になる女神も崇拝の対象となる。 ウィッカンは年に8回開かれる季節の祝祭であるサバトとエスバトによって神々を称える。ガードナー派のウィッカでは法上儀礼としてハイプリーストとハイプリーステスによる性的交わりが行われる。ウィッカンには倫理規定がある。ウィッチクラフトはネガティブな印象を持たされてしまった語であるが、スペルやハーブの使用といった実践的な技術なのであって、 目的の善悪とは直接関係するものではない。ウィッカンはウィッチクラフトの利用を建設的で善なるものと心得ており、いわゆるクロマ術はウィッカンの心情と倫理にもとるとみている。英国のエーブベリーで2005年のベルテインに行われたハンドファスティング1年の車輪ウィッカ進行は様々で、心情を一般化するのは難しい。多くの場合、 二柱の神を崇拝する。フェミニスト流派であるダイアナ派では女神を主に信仰する。この場合女神の役割は皆無かあっても少ない。二柱の神を主神に崇拝するとはいえ、実際は世界中の多くの神々の存在を認め、それらを崇拝することも多い。特にイギリスのペーガニズムのルーツであるケルト神話、ゲルマン神話に言及されることが多い。 の中間にクロスクオーターデイクロス、クオーターデーを置き、春分と下至の中間をベルテイン、それ以降同様に、ラマス、サウィン、インブルックと呼ぶ典型的な一環は、満月をエスバトと名付けて、魔法の作業を行う際に、重要視する。また、サバトと呼ばれる年8回の祭日を祝う。そのうち重要な方の4つは、クロスクオーターデーにあたり、古代、 ケルトの日祭りに相応したものである。ハロウィーンの原型である10月31日のサーウィン、5月祭の前夜である4月30日のベルティーン、7月31日の収穫祭、またはルーナサ、生殖節の原型である2月2日のイモーグ。残りの4つは、下死、当時、春分と秋分である。ウィッカンは、花分と呼ばれる実践グループで儀式を行い、 先輩からの指導を受ける。花分に属さず単独で行動するウィッカンもいて、ソロのウィッカンと呼ばれる。ソロのウィッカンというのは実践グループに入っていないだけで、親睦のための集会や、既存なグループの儀式集会に不定期に参加したりすることもある。伝統的に13人の花分が理想とされるが、実際はもっと少ない。これを超えて花分が育った場合は、 複数の下分に分離する。ウィッカンの倫理は通常魔女の心情と題されている。その結合は誰も傷つけぬ限り何時の意思することをなせである。多くのウィッカンは三重の法則を信じている。自分の行うことは善意によるものであれ悪意によるものであれ巡り巡って三倍になって戻ってくるという信念である。ありがとうございます。